何でもいいやん、もう片付けられないから私には。だってね、私がデイってに男二人何もしないんだよ。何もしないよね、テレビ見てんだよ毎日。うん、何一つしない。うん、ねえ、そっち電気してくんない、そのちっちゃいの。そんなにこだわることねえかよ。こだわるよ、こっちの明かりがついてテレビ見てりゃ十分でしょ。そこ襖開いてるんだからさ、閉めたっていいじゃん。しつこくねえよ、あんたに金もらってねえよ。悪いけどよ、今でやってて。いや、もらってねえよ。請求代8500円だよ。ええ、請求代8500円だよ。うちのこと何もしねえよ。今日もテレビ見っぱれだよ。テレビ見っぱれだよ。缶チューハイも飲んでたよ。そうなんべ、いつも。なあ。どんどん電気せよ、ちっちゃいの、クズ。ああ、やばいやばいってね。ビーゴちゃん、吉江ちゃんつえって。そうだよ、だって生活ってそんなもんだんべ。与太男が二人じゃどうにもなんねえで、私は。ああ、ガキもクズだしよ。ねえ、腹減ったら飯食いご。そんなわがままねえぞ、ほんと。働きもしねえで、うちん中はぶっちらかって、両方が障子破きやがってよ、おめ。酔っ払って障子破ったって障子も入れねえ。そんなバカ男いるかい、おめ。怒りたくもなるよ、おめ。ワクネルちゃん、また始まった。タクちゃん、やったね。ニャンニャンちゃん、クズだーって、クズだよ。私から見てクズだもん。うた、ん、ちゃん、まあ、マジちゃんに、うん、なんでここに来てよに言うんだろうな。よそにナイスしたーって、わざわざ言いきなくてもいいよ。うん、やってたら見てよ、そっちって。ね、ヨンポちゃん、七夕風船プレゼント、ありがとう、ありがとう。今日さ、で行ったらさ、七夕さんが飾ってあったよ。ああね、今日は七夕なんかい、今日行くんじゃない、4日だんべ。七夕って7日だっけ。うん、うたさん、面白かったので、わら、ゆりちゃん、デイサービスお疲れ様、ありがとう。暑かったね、プードルちゃん、ナイス、ありがとう。こちら風船2個、ありがとうございます、ありがとうね。くりまんじゅうさん、上翔さん、秩父ってわらじかつが有名なんですかって、うん、わらじかつ有名だよ、うん、ね、うん、私あんまり食いたくないけど、カチクチ家庭の嫌だな、うん、木村芽衣ちゃん、来週末は七夕ね、神奈川が平塚市とってね、うん、越後の隠れ宿、三重門さん、おばあちゃんの願い事何ですかってね、うん、今日デーで言われたよ、うん、デーでよ、うん、おいしたら書いてくれたよ、向こうが、うん、うちのバカがいつまでも元気でいますよ、元気でいますようにって書いたよ。ああ、向こうの例の人が作ってくれたよ。ああ。体重がね、2キロ減っちゃった、私。うん、でもね、減ってもさ、背の割にもっと減らさなくちゃだから。ね、背が低いからさ、もっと減らしていいんだ。体重が2キロ減った。だってね、下でいなきゃ食いたくねえや。何食ってもうまくなくて、この世のもんはどうしようもねえ。今日は帰ってきてね、
アメリカンドッグ食べてね、あとはね生協が持ってきたさあれ食ったね、なんだっけ、笹かまぼこの、しそ、しそのしその笹かまぼこ、うん、それ食った。もう腹がパンパン、困ったね。眠くなっちゃったな。うん。え、忍法さん。あ、木村めいちゃん。忍法さん、偽物やんけって笑うってね。そうでしょ。ね。600の橋だって、ありがとう。ありがとうね。あ、まあまあ言ってんだ、やつらんな。ナイス、よろしくね。ありがとう。ありがとうね。眠気が湧いてくんだよな。どうしてこうなんだよ。今日はやたら眠いですねって。そう、昨日寝てないからね。そうなのよ。うん、寝てやる疲れたな。寝ちゃっちゃ困んな。ありがとうございますね。この毛見て、やだね、血でっけ。木村めいちゃん、温泉入ったから眠気増やすよね、寝不足だしって。そうなのよ。あ、忍法さん、妖精さん、ちょっとあなた髪が薄く なってますか。なってるよ。うん、あ、ほうれん草さん、ナイス、おしに伺いましたって。ありがとう。こちら金のメガホン、ありがとうございます。ありがとう。ほうれん草さん、ありがとう。ほうれん草体にいいからね。そうだね、私なんかさ鉄分少ないからね。うん、ほうれん草さんいいよ。ダメだな、こうやってても大ごとだ。どうやったらいいんだ。眠いんだ、困ったもんだ。うん、妖精さん、今日はあやらさんわー寝てないんですか。寝てますよ、もう寝てますよ。たぬき35号、あやら住んでるよって。ようかさん、こんばんは、ナイスですって。ありがとう、ありがとうね、ありがとう。洗濯ばさみでこうやってみる、やる。そうなんかね、むっちゃってこれじゃ。困ったよ。うん、慎吾はね、飯食いちゃった。のんきだよね。うん、のんきだよ。ね。うん、マミーちゃん、レースの洋服ってね、かわいいよって。ありがとう。のたーやろうが。まともに働かない、稼げるうちにナイス集めたねってね。うん、そうなん、働かないで稼げるうちナイス集めないとね。か、あ、そうかそうか。うん、八王子、なんという、何のためだったよ。マミちゃん似合ってるよって。金がなくなったら働くんじゃないってね。うん、ね、
わかんないけどね。私にはわかんない。あんだけ出てあるってさ、県民で払ってくれるんだめね、まさかね。あれから何回も言ってるんだよ。私第一期払えて、昨日用紙渡したんだけど、今日帰ってきたら聞いてみるよ、また。うん。昨日もね、ご飯食べ行って、あとはセブンイレブンに行ってさ、いろいろ買ってきた飲み物とか、うん、生野菜とか、サバの味噌煮とか、あとは、ご飯まで買ってくんだで、あの、なんだっけ、砂糖のご飯、砂糖のご飯、2つ買ってきた、セブンイレブンで。ね、その前自分でさ、フジマートで5個買ってきたの忘れたんかね。5個あるんだで、あそこに。うん、あるんだよ。あ、買ったもん忘れるんじゃね、バカだから。ね。マミちゃん、慎吾さんもそろそろ現実見ませんかってね。ね、慎吾くんの未来を見てみたいね。ね、本当だね。あんな楽な子いねえぞ。いない。ズボラな人間、ズボラな人は苦手だってね。そうだね。今日県民で払うかね。案内がもう何回も出て歩ってるよ。ね、7月1日ってあったから私が渡したんだよ。第1期払えって。第2期は9月だよって。ちゃんと教えてあるんだよ。私がいなくなったらそういうの払えるのかね。不思議だね。私ね、頭いっぱい使ってるもん。あのね、ほんと使ってるよ、私。神経がすごい。だってさ、自分がさ、責任がないんだもん。何でも。ね。責任なくちゃダメよ。ね。私はさ、壁直せって言われるけど、クーラー入れるって言うからクーラー入れて、その次はね、司法書士に頼んで、土地の名義変更しないと。うちの父親になってるから、平成9年、3月31日までね、置いとくとね、罰金10万円取られる。私ちゃんとね、法務、役場へ電話して聞いた。今は大丈夫だけど、法務局にお電話つなげますって言って、聞いたんだよ。だからね、私はね、クーラーどうでもよかったんだよな、考えたら。私さ、お勝手でやらないから、あの椅子に座ると腰と足が痛くなるから、ここでやってれば治ると思う。あれ痛いよ、あの腰、あの椅子は。怖いよ、長時間座ってると。足のね、裏がね、しつれてね、頭がふわーってなる。今は不安定なってねえで、今日で行ったけど、ここにずっといるから。怖いよ、椅子。ちくわちゃん、いつまで、まやかすんかって。本当だよね。がーん、いれこさんって、たまちゃん、いらっしゃいってね。おかや。はい、言ってる。あ、ご飯食べるとあれなんだよ。ご飯食べるとああなるんだよ。そう。ほんで、なんかね、ゲロ吐いてた。だってね、エビくれたってよ。エビをね、くれてあって、エビのゲロをキャットフードに吐いてあった。私がだからどかした。エビ買っちゃダメだって言ってるんだよ。ジジイが買ってくるんだよ、いつも。言ってもわからねえから。バカだから。そうだ、言ってもわからねえんだよ。ほんとバカだから。ね。どうしようもねえよ。私、あれほど言ってもわかんねえんだよ。またエビーってね。与太郎じじいだってね。ジクワちゃん、
いやおばちゃん、生ものはダメですよ。そうでしょ、ああいうとこ置いとくだけでダメだよ、もうね、生もんね、そうだよね、あげちゃダメだってね、言うか、あれ臭いもん。7月2日ってやったで、あのエビ、7月2日、冷蔵庫入ってた、私が見た、7月2日だよ、もう今日4日だよ、ね、あれ、そんで出しっぱなしでは、そこに、あんなのくれたらかわいそうだよ、おじさまが、ね、ああ、死んだら、どうすんだって、そうでしょ、あやらさん、おかしいよ。おかしいでしょ、前から言ってるよね、私がね、もうあホタテもエビも買ってくるなってもう何回も言ってんだね、ろくでもないおじいだって、クソじじいだってね、ヨンボちゃん猫にはダメです、魚はいいってね、だから今はね暑いからさ、とろみもくれないよ、だから今はね、私、キャットフード、とお水、それだけ、涼しくなったらとろみくれる。今、とろみはダメだから。ね。ガムテープはやってないって。今はやってねえかも。でも、ついてるわけじゃねえしな。こないだやってた。今日は私、出行ってたからわからない。ね、何信号の預金500万くらいかって、知らねえよそんなの、そんだけ持ってるんかい、持ってんの、さくらさんあげちゃう前に見つけたらうちゃっちゃいなって、そうだよね、ねねちゃんドライフードドキドキチュールあげたい、あ、チュールだったらいいね、すぐ食べきるからね、たまちゃん、あ、痛いよってね、言わない、ひもやろうさん、ナイス、おいしい、夜中にってね、かっぱちゃん、うちの三色グルメよく食べますってね、くりまんじゅうさん、エビのせいで吐いたっておじいに話しきゃダメだよ、言ったよ、言った、私がね、お買って言ってさ、ねえなんでエビくれたんって、あれ私見つけたんだけど7月2日ってあったよねって、今日は4日だよねっつって、なんでくれてあるのって、あ、くれたからね、キャットフードにね食ったのが入ってあるよって私ちゃんと言った、私言うから、ズバズバ、あげてよってね、310石金吾クレカのリポブルさん自給してなし、完了するのに普通は4年ぐらいかって、知らねえよ人の借金なんか、私借金なんかしたことねえからわかんねえよ、借金嫌いだから私、悪いけど、払うもん払ってから残った金で使うよね、ザブ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 物買って払えねえじゃ困るだんべね、あっちこっち出てあるっちゃガソリン使って困るでしょ、県民庁も払えてやってあるんだけどさ、伝票だけ、まだ払って、今日帰ったらまた言ってるよ、信号こんだけ出てあるってさ、あんた県民税払ったのって、7月1日ってあったよって私言ってるよね、本当だよ、イライラする、私あっちこっちね教えてやってんだよ、次の県民税は9月行く日だよってね、年に4回だかんねって私言ってるの、私がいちいちそれ言わなくちゃダメなんかさ、何4社から借金してること自供してるってめったそんなこと言わねえでよ、私に、私借金関係ねえかんね、悪いけど私が作ったんじゃねえかんね、
やだで、めったそんなことばっかり言ってね。ダメであの子、いなくなった方がいいんやねん、この世から。働かねえで借金つくようなバカはもうダメだよね。え、全く眠ってない。目薬でも差し見る。アイス持ってくるか。アイス持ってくる、目が覚めるかさ。ああ、もまるちゃん、よせさん、そろそろ寝てくださいって。本当だよね、せんべいって。せんべい食えば目が覚めるかな。ダメかな、うん、なんか食えばいいのかな。せんべいあるよ、まかりせんべい、まかりせんべいあるね。あいだらあるよ、うん、どうするか、まかりせんべいある、うんうん、信号過去振り返るとあるさ、金取られて、てんてん、エッチさん、場所、うん、女性関係についてって、何、うん、払うって、うん、あ、曲がりせんべい、うまいってね、うん、ナイス、過酷だね。ね。ブルルンちゃん、信号の ATM だよね。あーって、うん。え？残り15分。11時47分に終わるよ。これで終わるのってね。ピピちゃん、ヨセさん、こんばんはって。まあ、プーさん。今マレーシアのホテルですって。すごいですね、うん、無事に着いてよかったですね、ね、うん、うーさんすごいね、うんうん、せんべい持ってくる。駒井くん、昨日モンジョリーと食事中のあもう何愛だ、ああ行動ナイス版になったらしい。そうなん、4ヶ月挽回。今出入りで楽しみ中だって、なんかおかしいな。ベリサちゃん、まだ気が若くてしてない。あ、そうなんだ。あ、さくらちゃん、やだ、涙ってね。プルルンちゃん、シンゴ、エイテム、ヨセさんって。あれ、さっきのなんか虫いなくなったな。さっきの虫いなくなったで。どこ行ったんだよ。あ、プルルンちゃんすげえな。ロース、ロイスイソーダだってムカつくんな、バカ野郎め。何か飲んでねって、ありがとう、ありがとうね、うん、あと何分たっけ。勉強してくるかな。今日はゆっくり休んで、心配だよって、ありがとう、
ああってありがとうね。便所行ってくれ、目が覚めんじゃね。ね。うん、ちょっと便所行ってくるね。悪いね。あと12分だって。え？12分。途中で切れるんだ。うん。じゃあ行かない方がいいか。12分じゃ行って切られるかな。大丈夫かな。ありがとう。ありがとうね。これふっくるげねえとダメなんだ。あと12分ってそうなの。って来てってありがとうね。立てねえんだよ。これね、これ絶対で立つ。どこしょーって。ああ、よいじゃね。ここに捕まってよ。ここに捕まんねえとダメなんだ。どっこいしょ。大丈夫か。ねえ、これぶっこっちゃ困るからさ。ねえ、どっこいしょ。用じゃねえな、生きてるのは。